もサクサクミルクの赤崎です。はい、瀬尾です。よろしくお願いします。はい、さあこの度は麺屋狼です、はい。埼玉県入間郡諸山町というところまで行ってまいりました。はい、埼玉県の西にある町ですね。はい、越瀬線武州長瀬駅ということで、家族連れとか近隣の大学生などね、西武としては舌をうならせる。あ、大学あるんですね。あ、そうなんですよ、この近くに。さまざまなニーズに応えるためですね、家系ですとかインスパイア系豚骨醤が揃えてありまして、はい、他にもいろいろ混ぜそばとか、いろんな種類が豊富だよというお店でございまして、こちら豚骨醤油の、麺大盛り、野菜、油、ニンニクも大盛りだよということで、はい。なんとですね、麺の大盛りは無料という。なるほど。あ、はいはい。盛り盛りには嬉しいサービスです。はい、ね、ということでございまして、はいはい。豚からまずは行ってみましょうか。じっくりとねこのスープに浸していくんですけども、うん、もうややねこの分かりかと思うけども、はい、スープがちょっと非乳化系なんで、あ、そうですね。ちょっとこの角度で見ていきましょうということですけども、はい、非常に癖の少ない爽やかバランス豚、うまい。その時、わざわざあげる。あ、ちょっとね、折れちゃった。あ、ただ落としたんかな。ちゃバッキリ折れちゃったんですよ。あの、俺人生で見たことないですね。え、あります、あんな風に折れること。いや、真ん中から箸が。え、でも言って僕箸選んでるんで、食べるときに。じゃあなんでミスったんだよ。ちゃちゃなんで、なんちゃちゃ折りやすいやつを選ぶ。あの、そうそう、選ばれてない箸を選ぶの好きなの、結構。選ばれてない箸を選ぶ。なかなか取られない箸を取るの好き。それ分かるんですか。わかるわかる、ちょっと黒ずんでたり。そうそう、かわいそうだから取ってあげる。まあ、手違いして、と言ってる間に手違いして、おーっとー、繰り出しちゃいましたけどもね、進んじゃいましたね。てっぺんに乗ってるふわふわ油と組み合わせると攻撃力アップということでね、はい、ちょっとゲームのあれも組み込んでいくというね。なんで、なんでない。いや、ちょっとなんでない。組み込んでいきました。あ、あー、そう言ってる間にもうニンニクまで。魔法とか言えばいいね、じゃあ。ああ、ニンニクの魔法、ニンニクをかけると魔法をかけるで言えばいいね。ああ、次回から採用したいと思います。次回から。全然ゲームじゃないじゃん。カラタが突如して牙を剥く狼ニンニク、ちょっとこう敵的なね、敵的な的なニンニク一本に手こずったり、ちょっとこう RPG 要素もね出して。ずっと続いてたの。一応続いてます。はい、詰め替えの白胡椒もねたっぷりとよーということでございますね。パチンと音がして、さらにね、こう卓上の返しではございません、醤油です、もう、はいはい、醤油、ちょっと味見をして。いや、だからやめといた方がいいよ。いや、わかんないから。現役で、現役で、ごっくりじゃないんだよ。やっぱり、返しかもしれないし、まあ、返しでもやばいか。うん。確かにね。これがね、純粋な醤油のキレ、これが麺全体をね、包んで、さらに鋭い味付けになっていくんですね。もう RPG なかったじゃん。いやいや、刀のような、ほら刀のような。何とでも言えるの。あ、後ろでちょっとサッカーやってて気になっちゃってますけどもね。え、夏だったら甲子園だな。あ、まあ、そうかそうか、確かにね。あ、そしてこのね、スープの最近多いんですよ、私の動画。スープをあえてこう見せていくというね、見やすくなりましたね。あえてだったそれ、知らんけど。見やすくなりました、際立つやや黒スープでございますね。はい、いや、やっぱり非乳化系好きなんで僕はお気に入りですよ、結構。で、まあ背脂がね、やや細かいので、うん、スープに浮いてて、こってり感もプラスされるぜという、うん、ことでございます。おー、ちょっとうまそうに食べますね、この人。本当に。自分だから。諸山観光スポット、鎌北湖のような楽しさですね。鎌北湖は何があるんですか？あ、もう、貯水です。貯水？ダム？ダムです。はい。まあ、楽しいか。ええ、なぜならね、ここで狼水が出てくるわけですけども。ありましたね、不評のやつね。ちょっとね、水の関節で、チャンネル登録外されてしまいましたけども、腹を隠しながらですね、その鎌北湖からなんと引いてるんですね、この水。まだ太ってること気にしてんすか？もう認めなよ。いやいや、そろそろね、いや、結構痩せてきてんすよ、ごさんですということで。絶対痩せてる。嘘だよ。違う違う違う、ここでね、私、なんすか。いや、あの、お酢を最近結構摂取してるんで、だんだんと痩せつつあります。そんな簡単なもんじゃない。いや、痩せ菌を追加してるんで、僕は。お酢を取ると、あの、いろいろ体の酵素が促進されて痩せるらしいんで、マシマシで。これは 82.6 ということでございますけども、はい、肝炎もしてしまいましたが、肝炎してる。まあ、だから、え、
とこうやって食い続ければいつか自然と痩せるかもしれないし、ね、いやそれ違う意味の痩せじゃねえ、ね、ガリッガリになるかもしれない。ダメ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 、急激に痩せるかもしれない、じゃあ痩せないわ、じゃあ痩せない方がいい、じゃあ痩せない方がいいわ、ねえ、あのいい加減エンディング映像作れや。あ確かに、なんで何日か俺前見た時作るって作ってねえんだよ。確かにね、あのツイッターこれですとかあれこれですとかね、確かにちょっと作ろうかな、そろそろね、うん、年迎えたし、年迎えたし、で平成のうちに変えますということで、何ヶ月待んだよ。ちょっと余裕を持たせるってことなんですけども、ネイヤーオオカミ非常にうまかったということで、ごっつぁんです。バイバイ。